学び添えばあなたと出会った頃のようにいつまでもいたいねときめき大事にして青く染んだ光にこの胸は高鳴るよ季節が変わる J-POP を中心に歌ってるバンドでございます。皆さん知ってる曲もたくさんあると思うので、もう歌っちゃって大丈夫です。練習者なのでどんどん歌って、一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとお水を飲む時間があるんです。だいぶなんか日が暮れて照明もいい感じになってきましたね。私たち2バンド目なんですけど、今日合計で全部で9ですね。7ですみません、ちょっと見積もりました。7バンド出ます。すいません。ちょっと7でした。まだまだいっぱいいいバンドが出ますので、皆さんどうぞこちらでたくさん引っ張って集まってると思うんですけど、なんていうんですかね、ずっと見てほしいっていう。ずっと見てほしい。ちょっと欲しい言いたいですけどね。座ってるんで。そうですね。お楽しみください。はい、ではじゃあリードズ次の曲に行きたいと思います。次の曲は、切ない恋のバラードの歌です。聴いてください。オリビアを聴きながら。
サークル員の皆さんは知ってると思うんですけど、実は僕たちのサークルっていうのは200人以上いるサークルでして、こうやって実はオーディションを行うんですね。でそれの総括っていうのが今回僕させていただきまして、まあ、今回、エリスグリの7バンドが出ます。本当に受かったバンドも落ちたバンドもいろいろ気持ちを持っているステージがここに詰まっています。今日の7バンドはその中でも、なんですかね、まあ、勝ち残った7バンドといいますか、本当にここにステージ気持ちがあるバンドさんばかりです。本当に最後まで、楽しんでいって帰っていただければなと思います。そしてサークル以外の方もインスリが大好きになってですね、帰っていただきたいなと思います。次の曲で僕たちは最後の曲になります。最後の曲もですね、手拍子なんかするとこいっぱいあるので、楽しんで帰ってください。はい、はい、では行きましょうか。最後の曲、あやかさんで Peace Loving People。Peace loving people 続く道 Peace loving people
ができるんだろう。Thank you.